こで出てきたもの、文字通り皆さん深掘りしていこうというふうに考えております。はい、ここが大阪府文化財センターの中部長さん事務所です。最強の布陣でお送りしてまいりたいと思います。はい、あ、ロマンがありますね。こんにちは。今回も前回に引き続き大阪府文化財センターにお邪魔しております。前回は古墳時代について主に解説しましたが、今回は中世以降について解説していきたいと思います。それでは門真歴史探訪大阪府文化財センター中編スタートです。はい、先ほどまでは古墳時代の遺物の出土状況写真なんかを見ていただいてたんですけれども、はい、これからはちょっと中世の遺構についてご説明しようと思います。はい、先ほども言いましたように、中世では建物跡が2つ出てまいりました。こちらはその建物跡の1つで、この北側から出たものです。はい、まあ、2軒かける2軒にちょっと日差しがついた、まあ、こじんまりとしたもので、まあ、この時代の建物としては、まあ、非常にありがちなものです。こうやって見ていただくと分かりますように、こう規則性のある並びがございますね。それがあるおかげで、まあ、建物っていうふうに分かるということが言えるかと思います。なるほど。先生、こちら本当にもう発掘現場っぽくすごくこういろいろなものが見つかってるみたいなんですが、これは一体何でしょうか。はい、これも建物の跡なんですけれども、はい、先ほど見ていただいた建物にはかなり規模の大きなものです。ここにも、黄色い地図があります。こちらです、はい、こちら方向から撮った写真がこちらです。なるほど。先生、この建物は非常に大規模だということなんですが、はい、どんな建物だったと想像できますか。はい、これはですね、最初見た時、はい、本当に大きいので、はい、なんだかこう古代の浴槽跡なんかを出してしまったのかなというような、はい、風に思ったぐらい、はい、まず柱穴が非常に大きい、はい、で、まあ、この建物自体の規模も大きい、それからその、こう東西にこう、長い建物なんですけれども、北と南に差しを持つというのは非常になんかこう特徴的な、はい、建物です。こんな立派な建物が出てきたということは、はい、先生、まさに普賢寺ここにあったんじゃないですか。そうですね、そう思ったのは山々なんですが、はい、まあ、お寺に特徴的な建物の形ではございませんので、はい、これをもって直接寺というふうに、はい、結びつけるのは今のところまだちょっとしんどいかなと思います。このような形で、はい、弾きのお皿がたくさんこう捨てられている場所がありまして、はいはい、やっぱりこうたくさんの人がこう出入りをして使っていたような建物じゃないかなという想像をかきたてられます。なるほど。はい、この弾きは江戸時代にも引き続き使われていくもので、今でも神社でおみきを飲んだり、はい、あと瓦毛投げ、ありますね。はい、やっぱりこうかろうじて見ることができますけれども、こちらの方はもう室町時代ぐらいには使われなくなります。はい、ただもう作り方は非常に似ておりまして、はい、こちらも途中までは弾きと同じ作り方をするんですけれども、はいはい、後でこの真っ黒い炭素を吸着させます。私なんか中世のドラマとかを見てると、どういう土器を使っているのかなって凝視してしまうんですけれども、なるほど、こういったものを使っているシーンはほとんど見たことがないんですけれども、実際にはこういったものが一番よくこの時期使われていると言います。そうですか、ありがとうございます。はい、では先生、こちらですが、こちら先ほどの穴の中にちょっと何か顔出してますよね。これは何でしょうか。はい、これは
ここに立っていた木の柱の根っこがこうかろうじて残っているものです。はい、先ほどあの見せていただいた穴には何も残っていなかったですよね。あ、はい、ということはもう建物はすでに失われて穴だけ残っていたという形なんですかね。そうですね、はい、でもこちらはあの、残っているというものが見つかったということですね。はい、はあ、なるほど。はい、続きまして先生、こちらは、どの場所でしょうか。はい、この部分になります。あ、なるほど。何かこのすごくこの溝がずっと走っているっていうふうに見えるんですが、はい、どういった特徴といいますか。あ、はい、まあ、あの東西方向、南北方向の溝がこうたくさん今回の調査で検出された中で、まあ、それらの溝は大方その排水のために作られたものかと思うんですけれども、これだけこう四角い部分をこう囲うように、おそらくまあどこともつながっていないので特段排水とかいうそういう機能を持っていたものではないということですね。なるほど。もしかしたらここにこうもともとちょっとした高まりがあって、はい、そこにこう建物がその周りをこう囲っていたものかもしれない。あ、なるほど。はい、先生、では続きましてこちら、輸入青磁白磁とありますね。はい、これはあの先あの今でも目にするようなちょっとこの上薬があるかかっているものですね。はい、そうです。はい、おそらくこれらはあの鎌倉時代ぐらいのものかなと思っているんですけれども、鎌倉時代になると、まああの中国から銅銭とかもいっぱい入ってくるんですけれども、まあ、こういうあのお茶碗ですとかお皿とか、はい、いったものもあの入ってまいります。まああの瀬戸とかであの、まあ陶器を焼いたりっていうことはまあ始まっていくんですけれども、はい、やっぱりこういうあの質の高いものに対する憧れっていうのがあったんじゃないかなと思います。あ、なるほど。はい、先生、あとこちら牧書宣告土器とありますね。はい、これちょっと面白いんじゃないですか。何か書かれていますね。はい、こちらはあの中世に作られた中世末期のところに筆 で、はい、でこちらは先ほど見ていただいたあの楽器の碗にあの、まあ、焼いた後こう金釘みたいなので引っかいて字を書いている。あ、はい、なるほど。これはどんな目的でこの字が書かれたと考えられますか。そうですね、ちょっと肝心なところがこう、はい、ないので実際何を書こうとしたのかもちょっと分かりにくいところは、まあ、こちらは善という字かなというふうには思うんですけど。なるほど。はい、まあちょっとこれだけでは残念ながら分からないということですね。はい、はい、先生、こちら、水の中に入っているこれ木なんですけども、先生これは一体何ですか。あ、はい、下駄ですね。あ、はい、下駄ですか。こちらもあの、はい、同じ井戸から出たもので、はいはい、あ、なるほど。出た時に私思わず自分の足にこう当ててみたんですけれども、はい、あのかなりちっちゃくて子供の足のサイズじゃないかと思うんです。ああ、なるほど。子供用の下駄ですかね。はい、ただその割にこう歯が高いので、はい、こんなちっちゃい足でこんな高い歯の下駄履いていたんだなというので。なるほど。はい、ちょっと面白いものです。はい、先生、こちらもこのように非常に立派な器が2つございますが、はいはい、これはどういったものでしょうか。はい、こちらはあの、はい、3点の足でこう支えられているあのもので、はい、卓上の火鉢です。はい、なるほど。はい、非常にこうエレガントなフォルムで、はいはい、立派なものだと思います。はい、すごくこの足もすごく凝った造形がされておりますよね。そうですね。あ、はい、これは時代的にはいつの時代ですか。はい、おそらくこの2つ、はい、室町時代ぐらいのものかなと思っております。なるほど。はい、では今時代を進めて見ていただいてますけども、はい、やっぱり少しずつこう凝った形というか複雑な形が見えてくるという形ですかね。そうですね、はい、まあ、物にも
もよりますけれども、はいはい、まあ、火鉢に関してはこういうちょっと凝った作りのものが室町時代には出てきます。なるほど、はい、では先生こちらですが、はい、こちらはこれはすり鉢ですか。あ、はい、そうです。あ、そうですか、はい、なるほど。今見るすり鉢よりもすり目が少ないんですけれども、はいはい、これもだんだん、時代に時代が下がるに従ってこのすり目が多くなっております。もっと古い時期の鎌倉時代の鉢ですと、はい、もうこのすり目がないものが主流でして、で1、2本こうつけられたのがこうじわ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 と増えていく。そして今見るすり鉢がになってくるわけですね。そうですね。なるほど、なるほど、進化の途中ですね。はい、ちょっとぜひこの底の方をちょっと触ってみてもらえますか。あ、これは意外にツルツルです。ツルツルです。非常に、はい、今回は中世編ということで、大型掘立て柱建物ですとか諸々の、遺物を紹介させていただきました。次回は今回紹介しきれなかった中世の遺物ということで、次回に引っ張りますけれども、いよいよあれを紹介したいと思います。次回大阪府文化財センター後編をお楽しみに。鬼瓦とありますね、はい、こちらです。源氏のー